レスタのたかしです。コロナウイルスの感染が始まって約1年、今後コロナウイルスどうなっていくのか、数式とグラフから考えられる5つのシナリオを紹介します。まずこの表、ね、ある月の1日100人感染者がいました。これがなんと2日には200人になっちゃいました。つまり100人も感染者が増えたということです。じゃあ3日目、全部の感染者数は何人になると思いますか？これ普通に考えたら、あ、また100人増えて300人かなと思っちゃうけど、これ実は400人になりますね。200人も増えちゃうわけ。じゃあ4日目はっていうと、あ、100人200人って増えたから次は300人増えて700かなと。違います。これは800人になります。400人も増える。これなんでこうなるのかっていうと、感染症の増え方っていうのはこんな感じになります。ある1日目ね、1人感染者がいたと。2日目何が起きたのか。この1人の感染者がある1人に病気を移します。そうすると感染者が合わせて2人になります。じゃあ3日目、この2人の感染者がそれぞれ1人ずつに病気を移すので感染者総数は4人。4日目はっていうと、この4人がそれぞれ1人に病気を移すので8人という感じで増えていくことになります。つまり感染症の増え方というのは、最初2倍になったらずっと2倍ずつ増えていくことになります。等比数列、もしくは指数関数的に増えるっていう言い方をします。グラフにするとこんなグラフになります。一直線に上がっていくんじゃなくて、最初少ないんだけども、どっかのタイミングでぐーっと増え方が上がっていく。なので感染症は早めに対策するのが大切っていうのがここからわかるはずです。じゃあこの場合も考えてみましょう。初日100人だった。2日目なんと300人になりました。じゃあ3日目4日目どうなるのかっていうと、そう、ここまで聞いてたらなんとなくわかるはず。最初に3倍になったので、さらに3倍で900、900の3倍で2700っていう感じに爆発的に感染者が増えていきます。これさっきの100、200、400の場合と何が違うのかっていうと、1人の人が次の日に、さっきは1人感染させただけだけども2人感染させちゃったと。そうすると総数が3人になります。3日目はこの3人がそれぞれ2人ずつに感染させるので9人、9人がそれぞれ2人ずつに感染させると27人という増え方になります。3倍3倍3倍の増え方です。で、この増え方を見方を変えるとこんなことが言えます。初日から2日目までに増えたのは2人、2日目から3日目までに増えたのは6人です。これは前の感染者数に1人当たり何人感染させたかをかけた数になります。つまり初日から2日目までは最初にいた1人が2人に移したから 1×2 で2人増加、2日から3日目までっていうのは3人の人がそれぞれ2人ずつを感染させるので 2×3 で6人の増加です。じゃあ3日目から4日目まではっていうと、9人の人がそれぞれ2人ずつを感染させるので 9×2 で18人の増加っていうことになります。で、この状況ね、さっきの100、200、400と違って、100、300、900っていう増え方になるとグラフはこうなります。急激に増えていくことになります。だから1人当たりの感染者の増え方っていうのも大切っていうことがわかります。ただこのグラフ、実は現実を正しく表していません。例えば青のグラフ、10日目で1024人の感染者になるんだけども、20日後には約100万人に増えます。さらに30日後には10億人を突破します。で、40日後になると1兆人を超える計算になります。世界の人口1兆人もいないでしょう。だからこれはありえないっていうことです。では人口に限りがある場合どういうことになるのかっていうのを考えてみます。この式、前半はさっきと一緒です。感染者が増える割合っていうのは、前の感染者かけるその感染者が1人当たり何人に感染させるかっていうことです。その後ろに全人口分の非感染者をかける、この意味なんだけども、これ考えてみてください。人口が100人の世界を考えています。ここに感染症が発生しました。そうすると1人が誰かに移し、この2人がさらに感染を広げていきます、ね、1、2、4っていう、これはさっきの増え方と一緒です。ただ
どんどん感染が広まっていって、100人の中に50人も感染者がいたという世界を考えてみます。そうすると、例えばこの隅にいる1人が新たに感染を次の日広げようとします。自分の周りにいる人を見ると、6人中3人はすでに感染者です。つまりこの3人には病気は移りません。なので、残りの非感染者の3人に移すっていうことになります。つまり6人のうちの3人しか感染する可能性がないっていうことです。この全人口分の非感染者っていうのは、新たに感染を引き起こす確率です。で、ここで面白いのは、この新たに感染を起こす確率っていうのは、感染者が増えていくと、新たな感染は起こりにくくなります。だって周り感染者だらけだから、移す人がいなくなっちゃうわけ。そうすると、グラフにするとこんなグラフになります。これは1万人の人口だと仮定したら、こんな増え方になるっていうことです。で、この S 字のグラフの形なんだけども、現実に感染者数の増え方はこんな感じになります。これ、春の大阪府の感染者の増え方です。この緑が累計の感染者数です。ちょうどこう S の字型になってる。ね、このグラフが現実に近いことを表しています。では、これを踏まえて、今までされてきたコロナ対策の意味を説明します。まず、病気が起こった。最初にやることはロックダウンです。ロックダウンというのは、感染が起こった施設とか都市とかを封鎖することです。実際に中国では、武漢で病気が起こり始めたときに、武漢の都市そのものを封鎖しました。で、このロックダウンっていうのは、さっきの式で言うと何が変わったのかと。これは、全人口を減らすっていうことです。どういうことなのと思うかもしれないけれども、例えばさっきの100人の世界の話を考えてみよう。まず1人の人が病気にかかります。病気をうつし、さらにうつし、1、2、4って増えていく段階で、この範囲を封鎖したとしましょう。そうすると、この範囲の中しか病気はうつらないことになるわけだから、さっきは100人いた世界が、この範囲の中の人口になったっていうふうに考えることができます。つまり、限られた範囲で感染を食い止めようっていうのがロックダウンの目的です。例えばさっきの1万人の世界で3000人でロックダウンをするとこんなグラフになります。残りの7000人は助かるっていうことです。つまり、ロックダウンのメリットはこうです。感染の初期、感染者数が少ない時に行えば、その病気を完全に封じ込めることができます。ただ、デメリットもあります。完全に封鎖しきれなかったり、すでに感染が蔓延した後は、実はロックダウンはほとんど意味がありません。だってさっきの100人の世界で50人が感染した状態を考えてみます。これ、どこロックダウンしたらいいんでしょうね。もうほとんど無意味なの分かりますよね。そこで今なされている対策は何か。これは感染の拡大防止です。手洗い、マスク、人混みを避けるなど。これは手洗いをすることで外から病気をもらってくることを防ぐ。マスクをすることで病気を広げることを防ぐっていうことです。で、これはさっきの式で言うと何を変えるのかっていうと、一人当たりの感染者数です。ある病気の人が相手に移すのをできるだけ防ぐっていう意味です。そうすると、この数を減らすとグラフがどうなるのかと。これはこうなります。で、このグラフ見たときに、あれ意味ないんじゃないのって思った人いるかもしれません。なぜかっていうと、確かに感染を先延ばしすることはできます。ただ、結末は一緒。全員感染しておしまいなのは同じなんです。で、じゃあ、意味ないじゃん、手洗い。と思うのはまだ早計です。これはグラフの傾きが変わっている。で、グラフの傾きっていうのは、感染者数の増え方を表しています。つまり、感染者の増え方を減らすっていうことです。で、これ何の意味があるかっていうと、医療崩壊を防ぐっていう目的があります。大阪、今赤信号出ています。これはまず、感染経路の不明者がどれぐらいいるのか。もしくは新規の陽性者がどれぐらいいるのかっていうのももちろん重視されてるんだけども、一番大切なのはこれです。病床の逼迫状況です。どれぐらい病院がまだ余裕があるのかっていうことです。つまり、傾きが急になると、
病院がいっぱいになってしまって治療できないまま放置される患者が発生します。そうすると死亡率が一気に増えてしまうわけです。それを防ぐために傾きを緩やかにする、病院の機能を維持しつつ病気が蔓延していくと、こういう状況を作り出すっていうことです。では5つの結末紹介します。まずこれどういうことかっていうと、ロックダウンに成功しました。ごく少数の犠牲でその病気は終結するっていうシナリオ、これがベストシナリオです。現実世界ではエボラ出血熱とか SARS とか MERS とかがこれに当たります。エボラ出血熱すごく怖い病気なんだけども、感染者が出始めたところでその地域をロックダウンするっていう作戦が今のところうまくいってます。世界的に流行ってはいません。第2のシナリオ、このオレンジ色です。これはロックダウンに失敗して病気が蔓延しました。かつ感染症対策も失敗です。で、医療崩壊が起きてしまう最悪のシナリオです。現実世界では中世のペストや第一次大戦時のスペイン風邪なんかがこれに近いです。ペストは全ヨーロッパの3分の1から3分の2の人が死亡したと言われています。では第3のシナリオです。こんなグラフ、この下のオレンジ色のやつです。これはロックダウンには失敗しました。ただ感染率を非常に低く抑えることができる、一人の患者さんがほとんど他の人に病気をうつさないっていう状況を作るっていうことです。で、これ現実世界では日本では HIV、AIDS がこれに近いです。ただこれが有効なのはその病気の感染力が非常に低い、もしくはある特殊な場合でしか感染しないっていう時に限ります。コロナは非常に感染力が強いのでこれはないです。では4つ目のシナリオ、これはロックダウンには失敗しました。でも感染率を低くすることはなんとか成功して医療崩壊は防げたと。で、集団免疫を目指すということです。全員かかって免疫を身につけるっていう方法です。これは現実世界では普通の風邪が近いです。普通の風邪もう蔓延しちゃってますよね。で、手洗いとかをして急激に病気が広がらない状況のままで結局1年に1回ぐらい風邪ひいてると、これが第4のシナリオです。で、最後のシナリオ、このグラフ途中でカクッて折れてますよね。これはどういうことかっていうと、ロックダウンに失敗しました、感染率を低くして医療崩壊を防ぎつつワクチンとか特効薬の開発に成功したと。現実世界では天然痘、ジェンナーの主痘が有名です。で、結核、これは抗生物質によって抑え込まれました。こういう例もあり得るっていうことです。では今コロナどんな状況なのかと、シナリオ1のロックダウンは残念ながらほぼ失敗です。もうロックダウンの意味はほとんどありません。では今なされていることはシナリオ2をできるだけ防ごうっていうことです。感染が広がらないようにして医療崩壊を防ぐ、これに全力を尽くしている状況です。で、何に夢を託しているのか、シナリオの5です。ワクチン特効薬の開発に期待しているという状況です。結局こう考えてみると、手洗いであるとかマスクであるとか、こういうことが現状ではやはり一番大切っていうことが分かったと思います。では今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。